まあ確かに、まあ確かにすごいな。あと、ドズルさんも更新されてるって。あ、僕も更新されてるんですか。いや、多分僕はそんなに変わらず、そんなに変わらず、うん、多分、おおむね、パッと眺めた感じは。ドズルさんのページ、編集失敗で壊れてる。おい、壊すなよ。あ、本当だ、なんか。変ななってる、ちょっと。おい、ちょ、誰か編集ミスってるだろ、これ。なんかウィキペディアでこんな下手くそな編集見たことないぞ。ウィキペディアで壊れてるのおもろいな。おい、ちょ、頼むぞ。うん。あ、でも僕も、あ、更新されてるわ。読ませてもらいましょうか、せっかくだから。僕のウィキペディア。はい。来歴、2014年7月31日に、YouTube チャンネルを開設し、8月5日から動画投稿をし始めた。7年前かな。俺も覚えてないけどな、自分が始めた時、日にちまでは。日にちね、夏ですわね、7月31日、はい。大分東明高等学校に進学した。うん。高校在学中、最初に熱中していたゲームは、PSP の、モンスターハンターポータブルである。本当？いや、本当です、はい。もう、モンハンめっちゃやってました。ずっとモンハンやってた。はい。一浪後、大分大学医学部に合格し、大学2年生の時に、不登校の時期があった。これも本当ですね、はい。在学中に勉強に飽きてしまい、大学を休学して新規ビジネスを始めたが、将来に不安を感じたため再び医者になることを、決意し復学する。その頃はすでに YouTube の活動を始めており、医者になるか YouTuber になるか迷った末に、YouTuber になることを決断する。まあ本当ですね、はい。この勉強に飽きたの。これね、言い方がちょっとね、文字にするといやらしいですけど、まあなんかその僕の性格、皆さんね、知ってる方だと分かると思うんですけど、こうバーってやっちゃうから、もう勉強ももうバーってやっちゃって、成績が良くなると飽きちゃって違うことやりたくなるんですよ。そうだから、まあそれでね、ちょっとこう勉強のモチベーションがぐっと下がっちゃって、まあ大学休学してね、あの学生起業とかしてましたけどね、うん。ゲーム以外にも中学から大学まで、バレーボールをしており、現在でも時々プレイしている。これはしてないな、うん。現在はもうしてない。もう年1ぐらいじゃないですか。はい。2年ぐらい前に1回やっただけでしょ。これで、大嘘書いてますよ。これ誰かわかんないけど。プロ並みの実力であったが、怪我が続いたため、バレーで、飯を食う道は諦めるって書いてますけど、この一文何も合ってない。何も合ってないよ、この一文は。なんかもう、想像すぎる。え？想像すぎるな。でもしかもこのさ、なんか元々の、その、何から来てるかっていうと、朝日新聞デジタルのゲームクロスの取材の中から抜粋って書いてあるんだけど、絶対そんなこと言ってないから、マジで。絶対そんなこと言ってないでしょ。誰かの違う、なんか人と間違えてんじゃないの。うん。言ったんじゃないの、調子に乗って。言わないでしょ。言っちゃったんじゃないの。何も合ってないもん。プロ並みの実力であったが、まあ、怪我もしたことないし、プロ並みの実力もないし、バレーで食おうとか思ったことないし。言ったんじゃないのついなんか大きいことを。取材で。やばいやつ。虚言癖じゃん、それただの。もうだってこの一文だけ出たらもう痛いやつだもん。ちょっとなんか恥ずかしいから、もうちょいちゃんとした文章にして。ほんとなんかちょっと恥ずかしくないですか、ここまでね。もうちょいシンプルでいいよ、来歴も。恥ずかしいよ、ほんとなんか。ね、はい。クラッシュオブクランを始めたきっかけは、アプリランキングの上位アプリをひたすらプレイして、その流れでやり始めた。クラッシュロイヤルはリリースするという情報を聞きつけ、リリース当日から、プレイしていると。何にも愛がねえな、ゲームに。これなんか書いてる人アンチなのか、これ。ゲームに何にも愛がねえ。書いないっすよね。これもっとさ、こうクラクラへのさ、こうどれだけやり込んだとか、こうね、愛がある文章があればいいのに、クラッシュオブクランを始めたきっかけはたまたまプレイして、クラッシュロイヤルはリリースするという情報を聞きつけ、当日からプレイしているみたいな。ちょっともうちょいね、もうちょいなんか、これちょっともうちょいこう、いい感じの文章してくれればいいのにな。はい。
その後ドゼルチャンネルのメインコンテンツとなる、クラッシュロワイヤルでは、プロリーグであるクラロワリーグアジアやクラロワリーグイーストで実況解説を務めている。実況解説の傍ら、主にボンジュールとコンビを組みコンテンツを投稿し、ドズボンラジオを定期的に投稿していると。2017年3月まで、本業とは別に YouTube 活動していたが、視聴者がスポンサーとして活動支援するドズ主を発足し、日本一のゲーム実況者になることを志す。2018年11月21日、29歳の誕生日に、小学校の頃から仲の良かった女性と、結婚。名前は非公開だが、生放送や動画ではミルクと呼ばれていると。2020年、4月後半頃から、自身の YouTube メインチャンネル、ドズルチャンネルで広告がつかないバグが発生することを動画で報告した。4月27日、このことを受け、メインチャンネルを休止し、新チャンネル、ドズボンのゲーム実況へと、移行すると発表した。4月28日から、緊急対応として YouTube 側で広告をつけているが、ドズル自身では広告を動画につけることができない状況が続いていた。同年5月3日に、メインチャンネルで新チャンネルに移行したことを改めて報告した。5月10日には新チャンネルの登録者が10万人を突破した。まあまあまあ、いやこれは去年一番大変でしたね、やっぱね、これがね、この時はね。確かに、そうね、もう半年ぐらい広告がつかなかった時期がありましたからね。2020年6月13日に、クラロワ最強決定戦を開催するためにクラウドファンディングで、資金を募り、同月12日の時点で550万円を突破したと、はい、これはやっぱでもね、確かにもう一大イベントですよね。やっぱクラファンで550万もね、いただいて大会をしましたね。2020年、10月2日に公開されたドズボンの、ゲーム実況の動画にて、YouTube チャンネルで広告がつかない、バグが、修正されたことを発表。今後もドズボンでやっていきたいことから、バグ修正を機に、メインチャンネル名をドズルからドズボンザゴールデンに、変更し、サブチャンネルの名前を、ドズボンのゲーム実況から、ドズボンザモノクロへ変更することも同時に発表された。スーツ、はい、ね、スーツ着た動画ですね。はい。ドズボンザゴールデンは初めて見に来た人でも楽しめるマインクラフトの企画動画やカズさんワールドの動画、ドズボンザモノクロではファン向けのアマンガス動画や実写動画を投稿している、はいはいはい、2020年12月14日に YouTube の短い動画を投稿できるサービスショーツを利用した動画を投稿するドズボンザショーツを開設していると。現在は YouTube だけではなくミルタムでも配信をしている、はい、参考にしたいこんなこと言ってないでしょ。参考にした YouTuber はいない。あくまで己が好きなことを好きなように好きな時間に配信するというスタイルを貫いているこんなこと言ってないでしょ絶対に。もう本当にやめて、なんか痛いやつっていうブランディング。え、誰かもね感想が入ってんのこれ。なんかね、こう文章書いた人のね指摘感情が入ってんの完全に。めちゃくちゃ入ってる参考にした YouTuber はいない。あくまで己が好きなことを好きなように好きな時間に配信するというスタイルを貫いて、こんなの絶対言ってないないから。大分県トップ校出身で、医学部に所属していたこともあり、頭の回転が早いが、整理整頓が苦手。そのため、はい、マインクラフトゲーム内で、所持品がパンパンの状態が多く、その様を、手持ちがドズルという動詞で、表現されていると。確かに、ここ入るんだ、一文。ここは入る、来歴に入るんじゃないですか。来歴なのかなっていうところはありますけどね、はい。まあ、ボンジュールとの関係は一緒ですな、はい。多分ボンさんのと一緒かな。はい、あとは、株式会社ドズルが追加されてるのかな、はい。2016年頃、株式会社ドズル、を開設した。スタッフが、所属し、ドズルを含む複数の YouTuber の動画編集や企画のプロデュース等を行っている。当初所属 YouTuber は社長のドズルのみだったが、2019年2月にボンジュール、2020年11月にオンリー、2021年1月にオラフ君と大原メン、が加入し計5名となった。ボンジュール以外の3名は個人チャンネルの動画編集をスタッフが行い、演者としてドズボンザゴールデンの、マインクラフト動画、ドズボンザモノクロの、アマンガス動画等に出演している。
逆に、各個人チャンネルの、動画に、ドズルボンジュールが出演する機会も多くなった。スタッフの一部は声のみで、動画やラジオに出演している。中でも猫おじと呼ばれる男性スタッフは、マインクラフトやアマンガースの冒頭のナレーションを担当しており、視聴者からええ声と評されている。まあまあまあそんなとこですかね。はい、僕も動画出せば、うん、動画編集はしてくれますよ、スタッフさんが。動画出してないよね。確かに。ボンジュール以外の、ボンジュール以外の3名は、個人チャンネルの。なんだ、前の動画は全部会社が編集してもらってますから、これはちょっと間違いではあるよ。まあまあそうね。うん。違うところで編集してもらってるみたいになっちゃったら、おかしいな。おかしい。ちょっと誤解を生んで。はい。そうですね。はい。まあまあまあ。まあちょっと、そうですね。こうなんか、トゲがあるとこが。ちょいちょいトゲがね、こっちあるね。ありがたいですけどね。はい。愛がある。ありがたい。まとめをしてくれてありがたいですけど、ちょっとやっぱトゲが出てるかなっていう感じがしました。はい。うん。一回ホームに戻ると、ライレクとボンジュールの、関係が変わってた。え、ああ、バグが治りましたね。よかったよかった。はいはい。ああ、よかったよかった。あの、なんか、プロ並みのやつ消えてたわ。いやー、よかった、ほんとなんか。ボンジュール以外でも消えてる。早いな。あ、すごい早い。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。よかったわ、ほんとなんか、すげえ、すげえ、なんか、大ホラ吹きみたいな、プロフィールになってたからさ。おもろかったけどな。いやいや、たまにいるじゃないですか。いやは、うん、そうね。いや、たまにさ、こう、いや、なんか俺、なんかプロ野球選手のやつと同級生で、そいつより、なんか打ててたみたいな謎の自慢してくる、いるじゃないですか、そういう。危ないわ、そういうなんか大風呂吹き族になってた。これ、ウィキペディアに出身は出ないのかな？居住地とかは出るけど、出身大分があってもおかしくないな。確かにね、大分県出身とかね。そっちの方がね。うん。ああ。出ますけど。それはあってもいいかもね。はい。すごいね。猫おじまで登場してきた。猫おじも入ってますな。ありがたいですね。こうやってまとめていただけるのはね。本当に。うん。あ、そういえば、ライジングサーンといえばですね、あの、はい、ついに、あの、去年の流行語大賞のライジングサーンを元にした、あの、はい、ライジングサン T シャツとライジングサンパーカーが、販売が開始しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。だって参考にした YouTuber いない、消しただろうな、ちゃんと。そこは聞いたの。ああ、オッケーオッケーオッケー。はい、消えてます。消した YouTuber はいない。あ、なんか、ボンジュールとの関係に一文追加されてて、はい、ドズルはゴリラとしてボンジュールのことを下に見てるっていう謎の文章。なんだこれ。どういうことだよ。謎の文章追加されてんぞ、これ。消しとけ、消しとけ。